これは突然の起こしに。じい、堅苦しいもてなしはいらぬ。ひとときの雲隠れに参ったのだ。お召し上がり物は何がよろしいのでしょう、源氏の君様は。あなたのご主人は光源氏様。さて、そのようなことを一体誰が。源氏の君といえば、今をときめく桐壺亭の第二巫女、都に並ぶものなしと言われるほどの。我が主にもやっと春が。もう行くよ。あなたのもとに通ったでしょう。なのにあなたは一言もご自分のことを話してはくれぬ。私のことを聞こうともなさらない。なぜなのです。白い夕顔の作家の女とだけあなたが忘れずにいてくださった。夕顔の君、いつも何に怯えているのです。私になど話してもせんないことなのです。頼りにされてはいないのか。もう四年になります。生まれたばかりの子を手放して産んではならない子だったのです。辛いことを聞いてしまった。許してください。今も夢ばかりを見ます。でも夢の中の娘はいつまでたっても忍び子のまま。私の母も私が3歳の春に亡くなってしまった。あなたといるとなぜだろう、とても懐かしい気持ちになる。やっと巡り会えたのかもしれない、心を一つに重ねる人と。
今日は宮中へご出仕の日でございます。雪が降りそうだな。降ったらどうだというのです。私一人よといまいと祭りごとに触るわけでも。